イ・ジョンヒョンは、大韓民国全裸北道金堤市出身の歌手、女優である。身長163センチメートル、体重40キログラム、血液型大型。5人姉妹の末っ子、韓国中央大学映画学科卒業。高校在学中に映画、花びらに出演して、映画女優としてデビュー。歌手デビューもしており、韓国では、テクノの女王とも呼ばれることがある。 日本でも放映されたドラマ美しき日々に出演しており、その挿入歌ヘブンの日本語版で日本デビュー。2004年末には日本での CD デビューからわずか2週間で NHK 紅白歌合戦に出場した。2005年は主に日本で活動。2006年に入ってからは日本の活動での実績に伸び悩み、ドラマ林部局の出演をもって日本を離れ、 活動拠点を中国に移した。10月に約2年半ぶりとなる新作アルバムをリリース。2008年、2006年に韓国で発売したアルバムに中国語の歌を加えたアルバムを中国でリリース。同年、ドラマ、大王、清掃に出演するも、生体結節でドクターストップがかかり降板。2009年に所属していたイェンエンターテインメントから、 自身が立ち上げたエイバフィルムズエンターテイメントに移籍。韓国名、日本語名、中国名の表記と発音が違うことから、英語名、エイバを使い始める。活動拠点を本国に戻し、5月に新作ミニアルバムエイバホリックをリリースした。レディー・ガガが彼女のビデオクリップや楽曲を非常に気に入り、2009年9月にソウルで行われたコンサートでは、 全座として抜擢される。2011年、iPhone4 で全編撮影されたパクチャヌク監督作品、ハラン・バンに出演し、久々に映画に復帰した。この作品は、第61回ベルリン国際映画祭の短編部門で、キンクマ賞を受賞した。2015年、映画、誠実な国のアリスで、清流映画賞の主演女優賞を受賞した。 第34回、大金賞新人女優賞、第17回清流映画祭新人女優賞、映画評論家新人演技賞、その他多数受賞。アジア太平洋映画祭作品賞、モントリオール映画祭賞生、カンヌ国際映画祭出品作など多数出演。ゴールデンディスク4年連続本賞、ソウル歌謡大賞4年連続本賞、KBS 歌謡祭4年連続本賞。 MBS 本賞、SBS4 年連続本賞、ゴールデンディスク人気賞、ベストドレッサー2年連続受賞、KMTV 本賞、ネット本賞、その他多数受賞。ありがとうございます。